今日のムニエルにはブナシメジをたっぷりと入れて風味豊かに、食物繊維をたっぷりとって体の調子を整えていこうと思います。魚についた水分は臭みにつながりますので、ペーパーで拭き取って食べやすいように骨を取り除きます。塩コショウで下味をつけて片栗粉をまぶします。フライパンに油を熱し、鮭の皮目を下にして並べて中火で焼きます。皮がパリッと焼けるようにトングを使って皮を押し付けます。美味しそうな焼き目がついてきました。裏返してブナシメジを加えます。蓋をして3分ほど蒸し焼きにします。青のりバターポテトはたっぷりのバターで炒めるのがポイント。ホクホクのじゃがいもを香ばしく炒めるだけでも美味しいけれど、青のりをかけると最高に美味しい副菜に。お酒のおつまみやお弁当の一品にもおすすめです。鮭に火が通ったらバター 25g と醤油大さじ2分の1を加えて、とろみがつくまで炒めたら完成です。お味噌汁はほうれん草と油揚げ、温めただしに具材を入れてひと煮出しさせて、グツグツしないように弱火にして味噌を溶き入れます。ムニエルには彩りを、冷凍ブロッコリーが便利です。バターのコクと醤油の香ばしい香りが食欲をそそる鮭のムニエル。美味しくってご飯ももりもり進みます。大好きなメニューのおかげで夜ご飯をしっかり食べてくれました。日中は日差しのおかげで暖かい日もありますが、朝と夕方はめっきり寒くなりました。今日はそんな冬の寒い日にぴったりな、じゃがいもとひき肉のトマト煮を作ります。材料はこちら。一人当たり野菜 290g 取れる献立です。今日はこちらの完熟ホールトマト缶を使います。カットトマト缶でも作れますが、ホールトマトの方が味が濃くて甘いのでおすすめです。今日は半分を使って、残りの半分は明日使い切りたいと思います。
じゃがいもは皮をむいて一口大の乱切りにして水にさらしておきます。今日のお副菜は玉ねぎときゅうりの和風サラダ。玉ねぎは水にさらしてあげると適度に辛みが取れて食べやすくなります。きゅうりは細切りにします。味付けはお家にある材料で簡単。ごま油大さじ1、醤油大さじ1/2、お酢小さじ1、白ごま大さじ1/2で和えたら完成です。じゃがいもは水気を切ってレンジで4分から5分チンして火を通しておきます。フライパンを熱し、豚ひき肉をほぐしながら中火で炒めて、柔らかくしたじゃがいもを加えます。ひき肉からたっぷり油が出てきますので、炒め油は必要ありません。ひき肉の色が変わってきたら、ホールトマト缶1/2缶、200g、ウスターソース大さじ1、コンソメ小さじ1を加えて、トマトを崩しながら炒めます。最後に塩コショウで味を整えたら完成です。今日は豆腐とわかめのお味噌汁です。トマト缶でささっと作れるじゃがいもとひき肉のトマト煮。豚肉のうまみとトマトの甘みと酸味が絶妙なバランスでとっても美味しいです。玉ねぎときゅうりもシャキパリ食感で箸休めにぴったりです。息子の分はチーズを乗せてドリア風に。美味しいと言って最後までしっかり食べてくれました。今日は久しぶりにほうれん草が安かったので買ってきました。冬のほうれん草は甘みが増して美味しい時期。旬のお野菜は安いだけじゃなくて、美味しくて栄養もたっぷりなのが嬉しいです。昨日使って残ってしまったトマト缶はミネストローネにして食べきりたいと思います。今日の材料はこちら。一人当たり野菜 260g 取れる献立です。まずは野菜の旨味を生かしたミネストローネを作ります。野菜をたっぷり使った具沢山スープは寒いこの時期におすすめ。体がポカポカ温まります。野菜はすべて1センチ角に切ります。玉ねぎとじゃがいもも入れて、にんにくはみじん切りにします。鍋に油を熱し、にんにくを弱火で炒めて香りが立ってきたら野菜を加えて中火で炒めます。炒めている間にほうれん草を切ってアク抜きしておきます。5分ほど水にさらすだけでもアク抜きできますよ。玉ねぎがしんなりしたら、ホールトマト缶1/2缶、 200g、 水 400ml、 顆粒コンソメ小さじ2を加えて煮立てます。
アクが出てきたら取り除きます。弱火にして蓋をして10分間煮込みます。今日のメインのおかずは豚こまとほうれん草の卵炒め。卵は5大栄養素がバランスよく含まれていて、完全栄養食品と言われるほど栄養がたっぷりです。マヨネーズを入れてあげるとふわふわ食感になりますよ。フライパンに油を熱し、卵を入れて炒めて、半熟状になったら取り出します。こちらは最後に戻し入れます。フライパンをさっと拭いて、油を熱して豚こま肉を加えて中火で炒めます。お肉の色が変わってきたら、塩と粗挽き黒胡椒で下味をつけます。ほうれん草を加えてさっと炒めて、小さくなったら醤油とみりん各大さじ1、バター 15g を加えて炒めます。最後に卵を戻し入れたらあっという間に完成です。ミネストローネもちゃんと具材に火が通っていることを確認して、塩コショウで味を整えたら出来上がり。とっても美味しそうです。寒い日のミネストローネは体に染みる美味しさ。野菜たっぷりで体も喜ぶ一品です。卵はふわふわ、皆さんもぜひ作ってみてください。今週末は姪っ子と甥っ子が遊びに来るので、クリスマスパーティーを開催します。子供たちにはサプライズでクリスマスプレゼントを用意します。最近ハマっているものを聞き出して、喜んでくれそうなものを選んできました。子供たちの笑顔を想像すると、ワクワクドキドキで心が躍ります。袋に入れて準備満タン。さあ、重要タスクを終えたので、今日もご飯作りを楽しみたいと思います。今日の材料はこちら。一人当たり野菜 200g 取れる献立です。今日は鶏肉とごぼうのきんぴらを作ります。ごぼうは 3mm 幅の斜め切りにして、水にさらしてアクを抜きます。人参も 3mm 厚の半月切りにします。鶏肉は一口大の大きさに。今日はカットされているものを買ってきました。フライパンにごま油を熱し、鶏もも肉とごぼうと人参を入れて中火で炒めます。隣ではお味噌汁を、だしと玉ねぎを入れて中火にかけます。今日の副菜は塩だれちぎり白菜。芯の部分は硬いのでそぎ切りにします。ごま油大さじ1、すりおろしにんにく3分の1かけ分、鶏ガラスープの素小さじ1、白いりごま小さじ1、七味唐辛子とあえたら完成です。食材に火が通ったら、醤油大さじ2、酒、みりん、砂糖各大さじ1、
唐辛子1/2本分を加えて汁気が少なくなるまで炒めて、白いりごまを振ったら出来上がり。玉ねぎ煮が通ったら油揚げを入れて一煮出しさせて、弱火で味噌を溶き入れたら完成です。鶏肉が入ったきんぴらはメインのおかずに大活躍。白菜は生のままでも美味しく食べられますので、ぜひ皆様作ってみてください。めいっ子ちゃんからクッキー缶を作ってほしいと可愛らしいご要望がありましたので、今日はクッキーを焼きたいと思います。子供たちが大好きなアンパンマン、ようやくこのクッキー型の出番がやってきました。同じ生地でも形を変えればバラエティ豊富に見えるはず。アーモンドスライスを練り込んだ生地も作ってみました。オーブンに入れて焼き上げて、クッキー缶に詰めていきます。一つずつ丁寧に。隙間が多いと寂しくなってしまうので、なるべくぎっしり詰めたいと思います。世界に一つだけのオリジナルクッキー缶の出来上がり。手軽に作れるクッキーは自分の好きな形にできるから、オリジナル感を簡単に出せるのでおすすめです。クリスマスらしく、サンタさんと雪だるま、トナカイに入れて喜んでもらえるといいな。さて、今週もラスト1日、晩ご飯作りを頑張ります。今日の材料はこちら、一人当たり野菜 185g 取れる献立です。今日のメインのおかずは麻婆白菜。白菜は4センチ幅に切ります。長ネギと生姜、ニンニクをたっぷりと入れて香りよく仕上げます。最近は白菜がたくさん取れているようで、かなりお安くなっています。ぜひ皆様作ってみてください。フライパンにごま油を熱し、長ネギ、生姜、ニンニクと豆板醤小さじ1を加えて弱火で炒めます。香りが立ってきたら豚ひき肉を加えて中火で炒めます。お肉の色が変わってきたら白菜を加えてさらに炒めます。白菜が小さくなったら、弱火にして混ぜ合わせた水 120ml、 甜麺醤大さじ1と 1/2、 鶏ガラスープの素小さじ 1/2、 醤油大さじ1、片栗粉大さじ 1/2 を加えて炒め合わせて、とろみがついたらラー油を回しかけて完成です。今日は玉ねぎとわかめの中華スープを作ります。鍋に水 400ml、 鶏ガラスープの素小さじ1、おろし生姜 1/2 かけ分、醤油小さじ1と玉ねぎを入れて中火にかけて、玉ねぎがしんなりしたらわかめを入れます。最後に塩コショウで味を整えて、白ごまを振ったら完成です。麻婆白菜は本格的な美味しさ、ボリューム満点で食べ応えも抜群です。キンキンに冷やしたビールとも相性抜群ですよ。今週は冬の簡単スピードおかずで美味しく楽しく過ごすことができました。ぜひ皆様も作ってみてください。それではまた。皆様の食卓に笑顔があふれますように。